ポジション別のトレーニングですね。本当にどんどん上手くなるんですよ。本当すごいです。特に今って一日一日本当成長するトレーニングに変えてるので、試合よりかも練習の方が伸びるっていうあのトレーニングにしてるので、まあ、みんな一緒にウォーミングアップしてから、まあ、そのパソコン、パスアンドコントロールもこれみんな必要なんで、ウォーミングアップ兼ねてですね、それやっていろんな動きとかも入れながら、でその後あのポジション別でオフェンスとディフェンスに分かれて、でオフェンスのところはあのフィニッシュのところとクロスからのシュートで、ディフェンスのところはヘディングの部分だったりとかクロスからの対応、守備のディフェンスの対応のところを40分分かれてやって、でその後フォーゴールのゲームをやって、サイドチェンジを意識したトレーニングをやって、それは全体でですね、あのミックスして、で最後に6対6をハーフコートハーフコートでやって終わりって感じですね。全体でサイドチェンジも一歩一歩こだわってやる、でディフェンスも一歩一歩しっかりとこだわってやって、まあ、しっかり今日一日でも、ね、成長できるようにしましょう。OK ですか。最後フォワードの子だったら、やっぱフォワードに必要なスキルっていうのがあるので、フォワードに必要なスキルを、そのフォワードに必要なスキルとそのディフェンスに必要なスキルってやっぱ違うんですよね、人によって。ってなってくると、あのみんな一緒に練習しちゃうと、それフォワードにはいいけどディフェンスに良くないよねみたいなっていう部分だったりっていうのがやっぱ多く見られるので、だからやっぱりその選手に必要なこのスキルっていうのをしっかり細かくするために、ポジション別にして人数も少なくして、しっかり担当コーチつけて今やっているので、試合っていうのはもうその自分のやっぱ今持っているこのスキルをどう試すかみたいなってところが僕の中での試合のその位置づけであって、練習はもう上手くなる、とにかく上手くなるっていうところだと思っているの で結構そのプロの選手とかとか、まあ我々も話する機会って多いですけど、いつ上手くなったかとか、何で上手くなったかって言ったら、ほとんどの選手が自主練って言うんですよ。自主練で上手くなったって言うんですよね。で自主練で上手くなるって何でかって考えると、基本的には自分に必要なトレーニングしかやらないからなんですよね。自主練なんで考えてやるんですよね、まあ、フォワードだったらシュートのトレーニング、例えばやるとそういうヘディングのトレーニング、センタリングからのボレーシュートのトレーニングだったり、そのシュートのトレーニングでもいろんなシチュエーションがあるんで、そういうのをやるわけですよね。でディフェンスだったらヘディングだったりロングフィードだったり1対1の守備だったりとかっていう、なんかそういうあのトレーニングをやるわけですよね。ってなった時に、それをやっぱ全体練習終わって疲れてやってたら疲労もたまって怪我にもつながってくると。
ってなった時に、その全体の練習のそのいやこの練習っていやフォワードにはいいけどディフェンスには良くないよねみたいな、良くないというか必要かもしれないけどそんな重要じゃないよねみたいなっていうトレーニングを多くやってるなっていうのをちょっと感じたんですよね僕は。でちょっとまああのスタッフとも話をしてちょっと変えたいと、もう我々はもうポジション別のトレーニングをしたいとっていうことを、言ってからですね、そしたらやっぱりあの蓋を開けてみたらジェリーに話をしたら、いや海外ではそれ普通でみたいな感じで、あのポジション別トレーニングやるのは当たり前だからっていうことで彼も簡単にあの認めてくれて、僕の考えを認めてくれて、でポジション別に変えたんですよね。でそっからの成長がもうえげつないです。直近の目標はもうまず高校生はやっぱインターハイがあるので、まあ、インターハイでまずはあの兵庫県でまあ初優勝するというところと、全国大会でもしっかりとあの結果を出して全国制覇するっていうところをあのチームとしては目指しているというところ で3年生に関してはやっぱり J リーグだったり、まあ、世界のスカウトも今もあの日頃の練習だったり、試合に練習試合にですね来てくれているので、まあ、そういう意味では彼らがこうねそういう、まあ、チケットを勝ち取れるかっていう練習参加のチケットだったりとかオファーですよね、まあ、その契約のオファーっていうのを実際に勝ち取れるかっていうことが直近の目標にはなってるんではないかなっていうふうに感じますね。生徒たちの寮の、食事を作ってます。頑張ってるのを見るとさ、またご飯も頑張って作ってあげたいなという気持ちにもさらになりますね。一生懸命な子を見てると自分もこう、まあ、頑張ってやっていこうかなみたいな気持ちになれます。はい、熱いし純粋なんですよ。やっぱサッカーに対してのもう思い入れがすごい純粋なんで、こう関わりだしてから丸3年ぐらいになるんですけど、あの本当にあの古江さん信じてついていけばみんないいんじゃないかなと思います。私もあの一緒 の, あの食事の方で食堂でご飯を作ったりとか献立とかそういった仕事をしてます。栄養バランスとかですね、いろいろそういったところは気をつけてるかなと、体にいいもの悪いものは、まあ、取り除いてっていうような感じで、補食、あと補食、あのおにぎり、練習後ですよね、練習後にあのおにぎりを食べると体 の, その筋肉を使った筋肉をこうすぐにこう修復してくれるっていうので、おにぎりであの、栄養士さんの方からもあの教えていただいたパワー味噌っていうの味噌、手作りの味噌であの肉味噌を作ったりで、その具を入れさせてもらってるんですけど、うん、そういったこともやっぱ気をつけてますね。本当パワフルでもう本当に熱いっていうのは力強いかなっていう、はい。